んにちは、ひろひろです。今日はファスナー付きの移動ポケットを作ってみました。後ろにはポケットが1つ付いています。大きさは15cm×14cm、 少し大きめの移動ポケットになっていますが、ファスナーが付いているので便利にお使いいただけると思うので、よかったら作ってみてください。ファスナーは14センチのファスナーを使用します。100均で購入したハンドクリップとマジックテープを準備しておきます。用意する材料はファスナーに使う17センチ×16センチの表生地と内生地が1枚と、17センチ×11センチの表生地と内生地を1枚ずつ準備します。本体部分は17センチ×26センチの表生地を2枚準備します。紐用に5センチ×17センチの生地を1枚準備します。紐を作っていきます。生地を半分に折ってアイロンを当てておきます。さらに両サイドを折って中心に折ってアイロンを当てておきます。両サイドを折って真ん中で折ったら紐を縫っていきます。ミシン針は厚布用のミシン針を使用しています。このような感じで紐を作っておきます。次にファスナーを縫っていきます。ファスナーの引き手を下にして、小さい方の表生地に当てて端を1回縫います。このような感じで縫ったら、内生地を中表に重ねてもう一度縫います。表生地と内生地でファスナーを挟んで縫ったら、この生地を表に返して押さえのミシンをかけていきます。押さえのミシンをかけたら、反対側にもファスナーを縫い付けていきます。引き手を下にして、大きい方の表生地の端に当てて縫っていきます。表生地を縫い付けたら、内生地を中表に合わせてもう一度縫います。内生地を縫い付けたら、表に返して押さえのミシンをかけていきます。このような感じでファスナーを縫い付けておきます。次にマジックテープを縫い付けていきます。2センチにカットしたマジックテープを準備して、1つは生地の中心ファスナーから2センチのところ、1つは生地の中心表生地の上から2センチのところに縫い付けていきます。このような感じで上から2センチのところにマジックテープを縫い付けていきます。ファスナーの方につけたマジックテープの位置がずれていたので、完成後に裁縫上手を使って上から2センチの位置に付け直しています。紐をつけていきます。紐は表生地の下から13センチの位置に縫い付けていきます。両サイドを縫って真ん中を縫って、さらに真ん中を縫って5箇所縫っていきます。このような感じで縫い付けておきます。表生地にマジックテープと紐を縫い付けたら、ファスナーの生地を2つに折って、底を合わせておきます。ファスナーの生地を2つに折ったら、
上を1回縫います。このような感じで縫っておきます。この生地をマジックテープがついている表生地の上に置いていきます。下を揃えて上を12センチ開けて洗濯バサミで留めておきます。上を12センチ開けたら両サイドを縫っていきます。ファスナーが開きやすいので開かないように注意して縫ってください。このような感じで両サイドを仮止めしてきました。はみ出ている生地をカットしておきます。紐をつけた表生地を中表に合わせて洗濯バサミで留めておきます。丸いものを準備して角を丸くしていきます。角をカットしておきます。角を落としたら上に返し口を開けてぐるっと一周縫っていきます。厚みのある箇所があるのでミシン針は厚布用の針を使用してください。返し口を開けてぐるっと一周縫ったら4箇所に切り込みを入れておきます。切り込みを入れたら返し口からひっくり返していきます。内側から角を出しておきます。ひっくり返したら返し口を整えておきます。返し口は1センチぐらい内側に折り込んで縫っていきます。アイロンを当てておきます。蓋の部分を縫って返し口を閉じていきます。蓋のある後ろ側には厚みのある紐があるのでこの紐を避けて蓋の部分を縫っておきます。ハンドクリップをつけて完成になります。